続いて秋の季節にふさわしい展示の話題です。9月25日土曜日から10月3日日曜日までの9日間、筑波実験植物園でキノコ展が開かれました。このキノコ展は毎年秋に開催されているもので、栽培キノコと野生キノコ、およそ200点の生キノコが展示されました。で、皆さん今来ていただいているのは温室の中なんですけども、ちっちゃい多目的温室という温室なんですが、ここが生キノコの展示場です。僕の背後にあるのが、主に栽培キノコ、それから奥の方にいっぱいあるのは野生のキノコです。キノコ展の特徴としては、これだけたくさんのキノコをこうもう一斉に見ることができるっていうのが一つの特徴かなと思っています。今いるのは栽培キノコの展示の箇所なんですけども、ここにはマッシュルームが並んでます。で、皆さんがよく知っているマッシュルームは、まあ、このくらい、まあ、直径2センチぐらいの、若いマッシュルームだと思います。最終的には手のひらサイズを超えるぐらいとても巨大になります。これが本来のマッシュルームの姿で、大きくなったマッシュルームも美味しいんですね。いろんな状態のキノコを並べてます。まあ、いっぱいつぶつぶありますけども、これが一番若い状態のキノコです。これ見て何の種類か分かる人ほとんどいないと思うんですけども、で、これが2日ほど経った状態ですけども、こうなると皆さんよく知っているブナシメジだということが分かると思うんですね。で、この野生キノコ展示場は猛毒のキノコも食用キノコも、よく分かんないキノコも全部一緒に並んでます。この2つのキノコは誤って食べてしまったという例が毎年あるそうで、野生のキノコを食べるのはできるだけ控えてほしいとのことです。で、これは一度凍結乾燥したキノコ、新鮮なキノコを取ったらすぐに冷凍します。その状態で乾燥する、いわゆるフリーズドライの状態にしたキノコをさらにオイルに漬け込んでます。このやり方でキノコを展示するのは世界でも初と言っていいかもしれないですね。この他にも今回の展示では様々なキノコの特徴を捉えた写真の展示などが行われました。